Dead by Daylight。 皆さん聞こえてますか？元気ですか？今日も天に召される準備はできてますか？いやいや、ダメダメ、ダメなんですよ、ゆうきさん。聞こえてますか？どうですか？聞こえてるっぽい。こんばんは、どうもいらっしゃいませ、皆さん。こんばんは。声優の小野ゆうきです。こんばんは、よろしくお願いします。さあ、今回ですね、まあ、ちょっといろいろお話ししたいことはあるんですけれども、久々にちょっとみんなで同じ場所に集まってオープンレックさんのおかげでできているんで、ちょっとそのあたりもね交えてお話ししていきたいと思います。いや、さあまずは今回のゲスト、ゆうくん。はい、宮崎ゆうです。久しぶりのデッドバイデライト、燃えております。今日はよろしくお願いいたします。ありがとう。いやー、やっぱ嬉しいね、ここね。そうですね、なってやれるのはね、いやー、フェイス2フェイスでやれる幸せ味わいながら幸せですよ。ありがとうございます。さあ、そして今回なんとスペシャルゲスト、この方です。どうぞ。どうも、ロバートの山本ひろしです。小野ちゃん久しぶり。ひろしさん久しぶりだよ。いや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 、そんな、なんかすごい扱いしてくれてありがとうございます。いやいやいや、こちらこそですよ。いや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 、嬉しいですよ。だって、うん、これ、決まったのも、うん、もう2日3日前ですよね。そうですよ、本当に。そう、夜、配信してて、はいはいはい、で、自分がね、自分が配信してるんだけど、夜、うん、赤帯に初めて行ったんですよ、ね、4に上がって、うん、で、それのコメントで小野ちゃんが連絡くれて、おめでとうございます。そんなきっかけね。そうで、そのまんまデッドバイデライトやってるって話で、ぜひ遊び来てよって言って、もうトントン拍子で、いや、誘ってもらってありがとうございます。こちらこそですよ。おはスタでね、もう一緒にやりましたもんね。いや、ひろしさんの評判が僕の親戚内でめちゃめちゃ良かったんですよ。何ですか、親戚内の。親戚内、おはスタ内の、はいはい、まあ、今僕は MC をね、担当させてもらった、はい、時期に、はい、ひろしさんの、うん、まあ、立ち回りフォローがめちゃめちゃ素敵だと。そ、親戚内でめちゃめちゃ評判になった。なんでそんなクロートな見方してるんですか。あんまり僕目立つ仕事はしないタイプなんですけど、地味な仕事を。そうだ、本当にひろしさんに助けられてるね、ゆうきくんはっていう言われてたぐらい。とんでもないです、何もできてないです、僕は。本当に、いやいや、本当にあの時期僕助かってました。いやいや、ありがとうございます。それぐらい以来ですもんね。ね、はい、そう、嬉しいです。ご飯にも一緒に行ってくれたりとか、ね、はいはいはい、そういうのありました、うん、バーベキューしたりとか、ね、ありましたけど、でも本当に年単位久しぶりだったんで、うん、本当に今回一緒にできて嬉しいなと。いや、嬉しいですよ。改めてありがとうございます、ね、うん、コメント、あゆみさん、親戚内でご評判の山本部長。いや、さ、なんだ、親戚内で。親戚内で本当に評判良かったですから。すごいな、ありがとうございます。嬉しいな。はい、それでね、今日はこの3人でお届けしたいと思います。おーい、おーい、ゆうきさん、今日はもう声バチバチに出していきますよ。ここいくら出しても騒音きませんからね。騒音きませんって、はい、騒音じゃないか、クレーム、クレーム、クレーム、騒音きません。騒音じゃないか。どなたですか？赤澤亮太郎です。おはようございます。いや、なんか、いいですね、フェイス2フェイス。やっぱ亮太郎くんってこういう扱いなの？はい、俺、普通に、あれ、紹介忘れてるってマジで思ってたの。違う、違う、ちょっと毎回恒例で、実は。そうだったんだ。そうなんですよ。そう、ありがたい立ち位置でやらせていただいて。わかり、一応、タンシオ太郎という名前で、はい、この番組では親しまれている、はい、ですけれども、はい、なんでその元気でいられるの？お前、俺に反復ことに負けたくせに。いやいや、もう、じゃあ俺もその話したかったんですよね。いや、このスタジオ来た時に、そのやっぱすごいテンション上がっちゃって、いや、ゆうきさんいいっすねって言ったら、ゆうきさんが反復横跳びで勝負しようぜってバカの発想だよな。俺に言ってきて、え、どういうことなんだろうって、いいですよ、やりましょうって言って2人でやったら、鬼速いんですよ、ゆうきさんが。しかも聞くところによると、もう高校で県記録みたいなの、ゆうきさんが、その先生が言ってた県記録タイの記録をその授業で出したの。マジで20秒間に744回っていう、すごい。結構ありえないす、ね、すごい。めちゃくちゃ早かった。絶対負けないよ。い、負けない。
今でも69回できるからね。番組の企画で一回やった時あったんだけど、はい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 、当時より25キロぐらい体重増えてるのにそんなに記録が落ちてない。すごいよ。だって僕のゆうきさんの思ってるその8倍ぐらいのスピードで前で動いてたから残像が出てたもんね。残像だったよね。もう亮太郎さっき5倍って言ってたけど、いやもう増えた、脳内で増えた。いや放送で舞い上がったちょっと盛ったね。盛りましたね。盛っちゃったね。恥ずかしい。まあ、タショ君はこういうポジションの、なるほど、本当に可愛いやつなのでぜひめでていただけるとよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや本当に、ね、同じ空間でやれるって幸せですね。いいですね、はい、楽しい楽しい、ね、うん、なので、ね、皆さんもコメントもぜひ、随時書いていただければちょいちょい会話ができるかと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。さてというわけでね、もうこのデッドバイデイライトご存知の方も多いかと思いますけれども、一応ご説明しておきますと、はい、うんうん、1対4で戦うキラー1人サバイバー4人の非対称型マルチバトルゲームでございますと、うん、こう広いフィールド内にある7つの発電機のうちの5個を修理すると、うん、ゲート2つあるんですけれども、そこに電気が通りますと、うん、そのゲートを、まあ、どっちかを開けて逃げるっていうのがサバイバーの目標で、キラーはそれを阻止するというゲームでございます、はい。キラーに2回切られてしまうとダウンしてしまいます。でダウンしてしまうとキラーにフィールド内にある肉フックというのに釣られてしまいますと、うん、で3回目に釣られるとエンティティ様、まあ、悪の神みたいなやつに召されてしまいますので、うん、頑張って生き残りましょうと、はい、でございますと。でこのゲームにおいてスキルみたいなやつがパークっていうのがあるんですけれども、はい、キラーサバイバーそれぞれにいろんなパークを駆使して戦っていくというゲームですと、うん、パーク枠が4つしかないんでね、いろんなスキルの中からやりたいことに合わせて選んでいくという戦略性が大事でございます、うんうん、はいはい、という感じでね、はい、ゆうなさん実際やったことないから説明ありがたい、そういう方もね中にいらっしゃったりね、うんうん、そうですね、ので、うんうん、これをきっかけにねプレイしたいななんて思っていただけると嬉しいと思っておりますけれども、はい、うん、ひろしさんがそうなんですよ、ついに赤隊に突入しております。よろしくお願いいたします。おめでとうございます。マスタークラスの皆さんよろしくお願いいたしますマスタークラス本当に、いやー、やっぱすごいんですよ、赤入ると。いや、でも、うん、赤入ったんですけど、まだ米粒もらってないので、あ、なるほどなるほど、1試合で落ちる可能性があります、僕は。今日、ガチですから、これ。いや、ガチでいきますよ、これ。頑張りますよ、本当に。残って、なんとか、はい、ね、キープしたいですね。いや、本当ですよ。ただ、なんか聞くところによると、プレステからついに PC に、いや今ね始まる前にね、みんなさんのねこう手元見たら、PS4 でやってるの僕だけだったんですよ。みんなやっぱ PC で、そうですね、ね、うん、でやっぱね、突き詰めると PC やってる人が多いですよ。確かに周り見るとそうですよね。だからちょっと僕もそろそろみんなの仲間入りしようかなっていうことで考えてたら、ええ、小野ちゃんが、ええ、俺は一式用意しましたよっていうね男気ある言い方されたから、まあ、やってしまうから俺もっていう。うわー、これはちょっと楽しみ、うん、ね、じゃあちょっとそのあたりの話もスタンバイした上でもしましょうかね、はいはいはい、行きましょう。で一回準備完了しちゃいましょう、はい、あれ、うん、今日蛍光緑はいない。はい、あれ僕も白帯なんで白やっぱ白帯の意地というか、んあれ、はい、いつもちょっとね、目立つ蛍光緑がね彼の特徴の一つになってたんですけど、急にどうした？ お父さんお母さんに何か言われた？早く課金していい衣装買いなって言われていや、なんかそのこの番組やってって、はい、どんどん僕よりも僕のその両親の方がデドバに詳しくなってそうなんですよ。両親？そうなんですよ。今お父さんお母さんめちゃめちゃダメ出しされるんですよお前前まで蛍光色の衣装を着てたんですけど、あんなん着てたらすぐ見つかんだろってめちゃくちゃ言われて、いやいやご丁寧にそうなんですよ。いいんかい、それで変えちゃって。いやもうアイデンティティとはどうした。いいんか、それはでもやっぱちょっと叩かれるの怖いっすもん。叩かれるこれね。叩かれるってなんだよ。親から叩かれるってないだろ。あいつ真面目にやるって言ってなんかだからちょっと寂しいよね。ゆうきさん、どうした、画面を見てください。あれ増えてる、しかも増えてる増えてる、ブラジル代表みたいになってるんだよ。やっぱこれだわ、これです、すいません。あ、でもそうだ、これだね、はい、うん、作戦としては僕が結構陽動するんで、なるほど、はい、いっぱいポイント稼いでいただいてもう肉壁としてガンガン使ってください、それチェイスできるやつの発言だから陽動ってな、畜生。
すげえ。いやちょっと、そうなんですよ、僕らこのスタイルで生き残っていくという、そうなんです、やっていたんですよ。これですごいな、すげえ衣装だ、派手だな。めちゃめちゃ目立ちますよ。めちゃくちゃ目立ちますよ。なんか結構メイツ寄ってきますもん、いっぱいキラーの方が虫みたいに言われる。やっぱ傾向に寄っていくみたいな。だって夜ジョギングするときこういう服着ますから、僕安全のためにね、なるべく目立つようにね。車からも見えるように。そう親切なんですよ。すごい。いや緊張するなこれ。いや緊張します本当に。そうだよ、久々のプレーってなおさらそうだよね。はい、いや一回ね、このさっき本番前に起きた、3人でやったんですよね、はい、そうで、そこで落ちてたらどうしようかなと思って、本当に。確かにギリギリですからね、広瀬さん。ギリギリだから。よっしゃ行きましょう。そう、僕もでも一応ねこれギリなんですよ。あ、 8? 実は。あ、そうなんだ。やっぱり赤帯に前行った、時は、紫の間に、やっぱ50戦ぐらいできるだけの時間がないと上がらないじゃん、正直。そう、固まった時間が今なかなかやっぱり難しくて、赤に行けないんですよね、もう一度は。で、せめてでも紫は維持しないと、俺のせいでランク落ちちゃうとね、マッチングするキラーさんのランク帯がまた下がると申し訳ないので。なるほど、そういうことか。ここは最低に維持したいなと。そっかそっか。はい、それで崖っぷちですけれども、おっしゃもう いきなり脱出しましょうよ、みんなで。行っちゃいますか。行っちゃいましょう。行けます。外の空気を、シャバの空気を、シャバの空気吸いに行っちゃいますよ。シャバの空気吸おうぜ。シャバダバしちゃいます。シャバダバ行きましょう。いや、いきなりで行けっかな。さあ来ました、コールドウィンドファーム、トーメントクリックでございます。で、一応4人でこうボイスをつないではいますけれども、キラーの圧倒的不利になる情報は共有しないようにという、はい、やつでございます。ただ僕の画面上で起こっていることはね、どうしても説明せざるを得ないので。お、早くもちょっと聞こえますね。あ、この音ね、嫌な音だ。ちょっとやばいな、この音は。手だれの方だとすると結構やばいかもしれないですね。あ、猫だ、猫が反応してる。おっとっと、来るか来るか。一応こそこそ、あ、ちょ、中じゃねえか、中じゃねえか。うわー、早速のやつですけれども。怖い、めっちゃワープしてますよ、あの人。そうだよ、それが売りだからね。すごいな。すごい、バンバン飛んでる。飛ぶよそりゃ。さあ、切られていく、端子を切られていく。おーす、あ、あっ、ゆうきさん、めっちゃうまいです、この人。なるほど、ナース怖いね。すごい、ナスコつけてきてるかな。どうかな。あれ、これもしかしてそこか。来るかな、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 来ないかな。うーん、来ないかな。うーん、来ないかな。うわ、ビュンビュンにワープしてたな。ナイス救助。おっとっと、あ、ありがとうです。おっとっと、救助した、救助行きました。サンキュー、オッケー。さて、めっちゃバクバク聞こえんな。すげえ飛んでる。ちょっと慎重に行きたいけど、慎重に行きすぎてもしょうがないからな。危ねえ、危ねえ。おっとっと、すげえいるよな。グレート、あー、ナイス。あ、いるね。危ねえ。サンキュー。うまっ。いや、バカうまいっすよね、この人。うまい。うわ、なんか赤い光の残光みたいなやつかっこいいな。ゾーンの光みたいな。あれでもかぼちゃかぶってましたよ、かぼちゃ。なるほど、その色か。これはめっかるかな、どうだ。ちょっと一回距離を取って、足はセルフケアに勤しみますね。そうね、回復しとかないと。まあ、ただちょっとナスコ怖いね。ナスコって、お、ナスコって呼んじゃうやつですね。呼んじゃうやつではないですけど呼びはしないけど、ね、逃げ切ったぞ。寄ってくるかもねってやつだね。怖え。位置バレる的なやつですか。それ、カノエゴさんのお得意の。ああ、そして今ちょっと赤いグレート、赤いマークがドクロ4つのやつが出てるけど、これはタナトフォビアってやつですね。グレート、タナトフォビア、これがついてると怪我してる人の数がだけいろんなスピードが遅くなっちゃうという。バレた。あらら、お水失敗、大丈夫ですか。トーテムもういったら、うわー、強っ。マジか、強いね。いや、この人すごい、ワープの位置がめちゃめちゃすごい。なるほど、ブリンクね。ブリンク、ブリンク。さて、まだあと3個あるからな。なるほど。グレート、これは
これはどうだ、これはどうだ。しかもこれちょっと修理遅くなってんな、なんか。そう。あ、やっぱ遅くなってるんだ。あのタナトホビアっちゅうね、やつがついてると負傷してる人の数分だけ遅くなっちゃうね。なるほど。じゃあ何とかして、こそ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 、どうだ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 、うん、飛んでるね。あー、うわー、すげえ、ピンポイントブリッジか。マジで、すげえな。こ、来るかね。それすごいな。マジか、やなるほど、負傷者が増えていくとどんどん不利になっていくという悪循環。そういうことです。 だけどな、ナースコールだな、これは。あ、回復してるところでやられた感じですか、もろに。あ、じゃあ、あ、なるほどなるほど、そういうことか、ナースコールって徐々に学んでいく、学んでいく治療してるのがバレちゃうみたいなことですね。そういうことですね。なるほどね。あれ、ゆうくん生きてる？チェイスしてます。あ、だ、死んじゃった。あ、話しかけた瞬間いろんなことが起こった。ちょうどかぼちゃのナースにちょっと行ってみようかな、これは。うわ、近く来た。上手なナースですね。なるほどなるほど、怖っ。溜めてるか。ちょっと怖いな。溜めてる、溜めてる、溜めてる。どこにあるんだ、発電機。飛んでく、飛んでく、うん、飛んでけ。お、お、戻ってきた。戻ってきてる。なるほど。足跡見えちゃったかな、大丈夫かな。どうかな、どうかな。足跡は見えちゃってるかな。見えてるかな。見えてるな、見えてるな、見えてるな。見えてるな。いける？あー、ちょっと厳しいか。ちょっと、もう一枚行こう。回避。ここで一応引きつけて、こっちに避けて。うまい。いやー、でも救助は間に合わないかな。ちょっとボロタイ持ってねえから。この隙に行ってほしいけど厳しいかな。あ、いけた。サンキュー。ありがたいです。オッケー、オッケー、サンキュー。よしよしよし。さて、一旦立て直して、あと2個だよね。おっと、おっと、大丈夫？これは、これはどうだ、どうだ。あ、あ、おじさん、ごめんなさい、なめこさんが。なるほど。ゆうくんがちょうどボロタイが切れちゃいました。あ、なるほど、待たれてたのかな。そんなことで意外と20秒ぐらいしかないからね。あ、いるんだ。いや、一発もらっておけばよかった。俺行きます。オッケー、サンキュース。ありがとうございます。いや、ここか、発電したいぞ、完成させたいぞ、これ。全然発電できてない。よし、着きますよ、灯火が。よし、あと2個。よっしゃー、オッケー、ナイス。お、あと2個だけど。修理口のロックを解除しましたっての。お、実績を入手しました。サンキュー。危ねー。あー、そこでやってんのね。どうしよっかな。ゆうくん、どこにいるんだ。これはね、危ねー、治療してるよ。あ、あそこか。ちょっと援護しに行きたいな。ラス位置あそこね。お、バレた。ゆうくん、バレた。バレてる。あれ、ちょっとさっきから俺うすうす気づいてたんですけど、誰かのプレイ音僕の耳に入ってますね、これ。あ、メイツ、稽古メイツ。結構難しいプレイを今僕はやってたっぽいっすね。他のみんなは別に自分の音声しか入ってない感じですか。そうですね。あ、なるほど。え、どういうこと、そんなことあるの。そうなんですよ、要は僕の方で修理してないのにスキルチェック音が頻繁になったりとか結構あったんですよ。うわー、無理だった。おやおやと。あれ、単勝これまだ2釣りかな。あ、俺1釣りです。これが1釣り目。1釣り目です、これが。あ、マジで。多分相手、僕をゆうくんだと勘違いしたかもしれません。これで蛍光メイトの力発揮したね。蛍光メイトの力が今いい感じだったよね。オッケー。よっしゃー、さあ、ついたぞ。ナイス、ナイス。いや、これは吸えるんじゃないか、シャワーの空気。あ、もがいていく。あ、詰まっちゃった。よし、どうだどうだ。あー、戻っていくか。先に開けよっかな。いや、開けるの大事かもしれないですね。うん、これは開けた僕に構わずみんながシャバの空気を吸うのがいいことで。とりあえずシャバダバするか。シャバダバしちゃってください。
さてさて、おっと、やはりついていたノーワン。地獄が始まりだろ、これ。あ、さようなら。これはちょっとお先に上に参ります。マジか、これは怖いな。さあ、ひとまず逃げ切れるかな、大丈夫かな。すんどめましたけど、ちょっとこれはちょっとどうするかな。来た来た、トーテム見ながら。どこあったっけな、トーテム。いやー、とりあえず開けちゃうか。開けるは開けて、うん、開けてもいいかもしれないですね。とりあえずここは合流できた。あと誰だ、追われてんの今誰だ。あ、僕が今ちょっと巻きました。巻きました、ほほう。ゲートなんとかなりそう。いや、今ちょっとセルフケアしてますね。セルフケアすんの、んだろう、あんま意味なくね、ノーワン相手に。え、そうなんですか。そう、一発でね、ダウンしちゃうから、ゲートにね、向かった方がいいかもしれない。してもいいけど、でもね、負傷した時の声が聞こえなくなるから。おっと、っいいアップねー、ギリギリ。ナイス脱出。え、待って待って、どこ脱出したんすか。危なかった。え、怖い怖い怖い、やばいやばい。うわ、いるいる、もう無理よこれ。どこにいる、あんな待たれ方したら無理よ。どうだどうだ、気をつけてよ、りょうたろちん。ドキドキ、うわ怖えな。いや、これ無理よ。チンっつってるな。うわ、ガチガチに。あ、なるほどね。あそこにいるんだ。まあ、本当だ、どっちが逃げられるかね。いや、もう、もう一箇所行こう。ひろしさん、行っちゃってください。ナイス。お、やった、行った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 。ありますよ、ありますよ、これ。あ、音が。どうだどうだどうだ、見つけられるか、見つけられるか、どこだろう、見つけられるか、頑張れ、ひろさん頑張れ、いける。ハッチの音がする。ハッチの音はするが、マジか、音とかあるんだ。めっちゃ近い。あの、そう、あ、離れちゃった。今ノーワンもあったな。ノーワンあった、確かに。この辺のどっかだぞ。ここだ。うわ、どこだ。おあるか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 。あ、怖い。うわ、なかなか見つかんない。ええ、あ、近い、どこだろう。どっか、あれ、草むらの中のどっかにあるのかな。ほーって音がしてる。あ、そういう音が出るんだ。これ全然わかんないね。隠れた。あったー、あったー、やったー、やったー、おめでとうです。危ねえ、キロスさん、さっきすごいっすね。ナイスプレーです。やりました。いやー、よかった。なんか全然位置分かんなかったっすね。位置全然見えなかったな、草むらで。焦るしね、しかも焦る。コラプスも近づいてきてるから。いや、米1個もらった。ナイスです。4の1いった。いやー、素晴らしい、ありがとうございました。キラーさんもありがとうございました。ありがとうございました。ナイスキラー。やはりナスコをつけてらっしゃいましたね。あー、やっぱり、ナスコ、タナと闇よりイデシモの視野が広がるやつです。僕もたまにこれ使ってますね。ほうほうほう。そしてノーワンという形でございました。うわ、ありがとうございました。強い。初戦まずはなんとか3人。悔しい。素晴らしい。ゆうくん、ゆうくん残念。一応じゃあ完了はしときましょう。はい、はい、いや、久々になんか 出た気がします。シャバによかった。いいですよ、シャバの空気は。いいですよ、シャバの空気。うまそうだな、シャバ。美味しい。うめえ、シャバ。うめえ、ついてー、すげえうめえ。やっぱまだ白タイだからな。白タイ。いや、白タイ言わない、言わない感じ。白タイ。まあ言うけど言わない感じ。白帯、白帯、白帯、白帯みたいな。白帯ね。だってお前、亮太郎なんて名前に赤って入ってんだから。いや、本当だ。確かに。誰よりも赤だろう。本当だ。そう、あの、悔しくなってきたな、ちょっと。いつか俺も。赤タイ強いっすよねって言いたいっすよ。めちゃめちゃ言いたい。めちゃくちゃ言いたいぞ。言いたいっす。単勝はエペの方は頑張ってんの？エイペックスの方はそうですね、割といい感じに。なるほど、だからじゃない。ちょっと魂売っちゃってますね。まあまあ、いいんですけどね、だからじゃない。いや、もう圧が良くないな。どう、圧が、圧、あ、待って、抜けた。なんだろう、シャバに出ちゃったよ。嘘嘘嘘。
接続が切れちゃったっす。ゆうくんどうした？ちょっと待ってください。もう両太郎に挨拶かしたか。戻ってきたよ、ゆうくん。ちょっと招待送り直しましょうか。送り直してほしいです、ね、はい、ありがとうございます。一応準備完了しておきます。あ、完了させてもらえない。揃ってからじゃないとダメか。うん、お待たせしました。じゃあ完了しておきましょう。ごめんなさい、もう一回。はい、これしょうがないもんね。OK です。やっぱフォールガイズとかもそうだけど、うん、やっぱりあのエラー結構つきもの、ね、そうそうそう、それはしょうがない。あれ、ヒラさんちなみにフォールガイズってやります？やりましたよ。おう、もう2位まで。あ、すごいじゃん。優勝できないんだよ。すごいじゃないですか。2位2回なの。うわ、シルバーコレクター。そうで、もう無理。今もう無理。あー、なるほど。もうね、うまくってみんな。いや、あれ確かに。ゆうきさん、うん、僕1位取りましたよ、この間。うおー、ボールガイズで。ごめん、なんかあんま聞こえないんだよ。くそ、ごめんね、なんか通信環境か。ディスコードの調子ちょっとあれみたいな。ディスコードの調子、ね、ちょっと悔しい。絶対後でもう一回 LINE しよう。わざわざめちゃくちゃキラキラした笑顔で稽古場で言ってきた。そうそう、ゆうくんに。あ、そうだよね。一緒ね、一緒の現場の時に。そのフォールガイズにしろさ、私がプレゼントしてるじゃないですか。一緒にやろうよっつって、何ちょっと勝手に楽しんじゃってる。あれ、おかしいですね。ちょっとこれディスコードの電波今悪いですね。うるせえよ、本当に。ちょっとラグが。しょうがないな。いやー、デドバもいいけど、そう、うん、いろんなゲーム本当はやりたいよね、一緒に。面白いゲーム今たくさんありますもんね、結構、うん、ねー、本当だよ。ウサギのゲームご存知ですか、山本さん？知らないです、ウサギのゲーム。なんかウサギの結構イカれたゲームがあるんですよ。ウサギのイカれたゲーム。なんかなんだそれ。2人で協力してなんか変なブラックホール目指すみたいなゲームだった。全然わかんない、亮太郎、全然わかんないです。ウサギで、ウサギで、そうっす、ブラックホール目指す。そうっす、人参取って。うわ、面白そう。組体操みたいなしながら。2人っていうのはどういう2人なの？マッチした2人？あ、友達と思って。友達とです。友達とやるんだ。めっちゃ面白いっすよ。あれおもろいっすよね、ゆうきさん。めっちゃ、え、なに、あ、おもろいっすよね、ウサギのやつ。え、どうしたの？あ、いや、電波悪いな。どうも聞こえてない。はい、一番、はい、一番。うわー、早そう。前、亮太郎と一緒にあの動画作ったんですよ。そのスーパーバニーマンっていうウサギのゲーム。スーパーバニーマン。なんかウサギが姿を見せないと難しいんですけど、こんなポーズなんですよ。え、膝立ちみたいな感じで手を前にしたみたいなポーズで。みたいなってて、はい、そうなんですよ。で、二人のウサギがくんずほぐれつ転がりながらブラックホールをゴールを目指すっていう形の、はい、で途中にある人参を捕まえてみたいな。だけど、あのトゲがいっぱいあったりとか、うん、地面から落ちたりとか、はい、トラップ、いろんな面白い要素があって、それをかいくぐってクリアしていくっていうタイプのゲームだってことを亮太郎は説明したかったんだよね。はい、なるほど。僕と同じことです。全然違いました。ウサギがブラックホールに入っていくみたいな。全然わけわかんない。くそ、難しいな。めちゃめちゃ面白い。誰がやっても面白いゲームなんで、いや、ぜひちょっとやっていただきたい。ダブルヒロシでやっていただきたいぐらい。ダブルヒロシで、品川さんと。すごい面白い。品川ヒロシさんとやりましょう、やりましょう、言ってくれます、ね。そうなんですよ。ゆうくんもやってたもんね。はい、ウサギコンビでね。ウサギコンビで。あの同じ作品で、ウサギのラビッツっていうね、ユニットの同じキャラクターやってる2人でね、はい、そうやってたりとかして、楽しかったな。いや、本当ゲームのおかげでね、人脈がこう広がってるのが嬉しいですよ。ね、本当に感じます。ね、さあ、マクミレンスイートはサファケーションピットでございます。集中。オーナメント怖いな。さてと、ゴルゴダの丘からスタート。落ちましょう。さてとーん、お、やってんね。これ締めかな。さてさて、さてさて。お、なんか静かだね。静かですね。静かなの怖いな。静かの怖いよ。怖いな。静かな。猫が。おっと、これは。あー、やっぱり見られてる。見られてるということ。めっちゃ見られてる。なるほど。見られてる。いたいたいた。見られてる、見られてる。怖いですね。めちゃめちゃ見られてる。これは見られてる。兄さんだ。見られてる、見られてる。ダッシュダッシュ。レベルアップしていく人だ。いや、怖えな。行った行った行った。うーわー、兄さん来てる、兄さん来てる。あー、そこでも行きたくねえな。
行きたくねえな、来てるけど行きたくねえな。うーわ、怖っ。あ、行っちゃった。行っちゃったかな。いや、来た。もう吸い切っちゃったかな。サンキュー。さあ、今回は誰のプレイ画面の音が聞こえるのか。ドキドキ。そのハンデなんだよ。どんな縛りプレイだという。怖っ。いや、マイケル兄さんは本当このゲームの怖いところを詰め込んだキラーですからね。そうそうそう、夜一人でやってるの本当に椅子から3センチぐらい浮きますからね。痛い痛い痛い、ドキーンって。うわっ。さてさて、うわー、マジか。やば、そっちか。やばやばやば、誰誰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 うわ、頑張れ、リョータロチン。来てるけど、来てるけど、俺は攻める。来てるけど、攻める。ここね。あ、はまった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 。くっそ、おっと、人を2人取れないのか。誰だ、これ。誰の音だ、俺聞こえてんのは。また聞こえてる？また、そうですね、スキルチェックの音がランダムに聞こえますね。怖っ。うわ、これは俺のスキルチェック。これは俺のやつ。いやー、このキラ怖いなー。ねー、そうそう、おー、危ない危ない。あ、それ見つかるよ。うわ、速攻見つかった。まあまあまあ、こっち来るかな、こっち来るかな、来るかな、こっち来るかな。あ、目の前をチェイスしてる。 うわ、やべ。この間に行った方が良さそうだな。どうかな、どうかな。あ、板を豪快に壊していく。お、ナイス。あ、大丈夫。ボロタイですね。ボロタイ、ナイス。いいね、ボロタイいいね、やっぱり光りますね。ね、ボロタイいいな。ただ距離取らんとちょっとしんどいな、これは。陰キャポジで。いや、いつワンパン状態になるかめっちゃ怖いっすね。なんで分かったの？破滅がグレート。うわー、すいません、にずり目いっちゃいました。これ今なんで場所バレたんだろう。なんかね、ちょっとレベルがさ、上がってる？今っすか？うん、あいつ上がってなくない？そういえばレベルが上がんないとすると、鏡マイケルの可能性があって。鏡マイケル、そう、あー来てるな。鏡マイケルの場合だと、オーラが見られちゃってる。なるほど。場合がある。あの、レベルが上がんない代わりに。あ、やべ。あ、なるほどね。声と足音でバレた。オーラが単純に見えてるっていう可能性がある。あー、これは無理そうだな。よし、しゃあない。あー、通りたくなかったけど。さあ、どうだ。どうだ、みんな大丈夫か。どうだ、どうだ、どうだ、大丈夫か。蛍光メイトの力見せようぜ。蛍光メイト。あ、こっち来た、こっち来た。危ないよ、そっち危ない。メイツ、あと頼んだ。メイツ、メイツ。メイツ、どうだ、メイツ。あ、行けましたね。ナイス。あ、いや、来てる。ナイス。逆行ったか。どうだ、どうだ、どうだ、どうだ。なんだかんだ、あと2個。なんか、またここ戻ってきたな。よしよしよし。あ、もうちょい、こっち行って。こっち、こっち、こっち、こっち。ありがとうございます。よし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 。よしよしよし。よしよしよし。いや、でもやっぱ、オーケー。このキラーさん、怖いですね。シェイプでしたっけ？シェイプ。怖いよ。来てるよ、ね、シェイプ。いつの間にかこんな近くに来てるじゃん。怖い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 。心音がね、ないからな。ちょっと破滅がきついんだよ。ね、破滅のトーテム見つけたいっすね。そう、今ずっと探してる、ね。光ってるんでしたっけ？そう、あの燃えてるやつ。うん、なんかいた！うん、やべやべやべ。あ、見てるだけだ。一番やばいやつ。見てるだけの時、だけ一番オーラ見てるだけなのかな。なんかあのレベル上がる音しないもんね。テルルテルル。してないですね。そう、となるとやっぱり見られてるのか。鏡の可能性あるか。
いや怖いんだよなあの人マジで。グレート。マジでずっげえな。どこにいんだあいつは。ラスト1個。この敵の位置が把握できない。いや急に来るからな。めちゃくちゃ見られてる。もうダメだ俺。絶対ワンパンだよ。溜められてるだいぶ。これ修理遅いっすね。おー行ったぞ。よいしょ。さてナイス。さあどうする。うわまやかし。まやかし。まやかし。まやかしてくる。窓枠をキラーが超えた時に、その窓を塞いじゃうっていうスキル。あなるほどなるほど。よしさん。いや地下。え地下？地下かな。まずいぞ。これはやばい。まずいな。ちょっと開けちゃいます。ギリギリまで、もういる、ゆうきさんが。そうね。よし。よいしょ、さあ、寸止め完了でございます。さあ、救助体制。ちょっとゆるキャン状態かもしれないですね。ゆるキャン。そうだね。あ、出てきたね。出てきたね。多分がっちり固めるタイプのキラーさんの。なるほどね。なるほど。おびき寄せられない。こういう時にボロ体が光るんですよね。そうだね。なるほど。ボロ体に二人いますから。チラ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 。この隙に。ちょっとこっちも。ダメか。こっちの脱出ゲートもですね。ああなるほど開けた。戻る。はいはいはい。あそこね。まあこの際まあ二段階目に入っても。大丈夫大丈夫、全然ゆっくりゆっくり確実な方がいい。いやこれはな。もうこれもう一人行かれたらだいぶでかくない。やばいから。そうですよね。うん。うわうわうわ。はいはい。いけるか。いけない。撤収。怖い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 。やっぱもうがっちりがっちりキャンプ。2段階目入ったけね。これはこれはどういう戦術で。もう人海だよね。なるほど。じゃあもうあとそうボロ体持ってないととりあえずは難しい。ボロ隊持ちは誰がいるんだ今。あ、自分持ってます。なるほどな。ちょっと突っ込んでいけるんで、ニック壁になっていただけたら。もうその準備はできてるよ。うわ、すげえみんな動いてる。もういやー来た来た。せい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 来た。どうだどうだどうだ。オッケー。どうだどうだ。ダメかー。やっぱりボロ隊をバレてました ね、まあ、ね。やっぱそうだよね。いい動きです。しかし、これはもう行くしかないんですから。行っちゃってください。怖いよ怖いよ。くそくそ、救えない、救えないぜ。いいですね。あかんかな。なめこファイナルが。なめこファイナルが。なめこザファイナルが。キラさん、いい判断でしたね。そうだね。ボロ隊積んでるのバレてました。やっぱうまいな、あれこれゆうきさん直せない。そりゃそうだ。直させるわけがないだろう。何の顔面。俺も行くよ。何の強がりだ。俺も行くから。くそー。ボロ隊ボロ隊あるから。心強いっす。なるほど。行きましょう。なんとかな。なんとか生きてんだけど。そこにいられるとね。いやそんな近く、いやそこ無理じゃん。それは無理よ。あでもこの上に当店もあった。頭のとこに。マジか。まさかのそんなところに当店も。いやこれどうしよう。これは無理だな。もうゴリ待ちですね。そうなんだよ。ボロ隊で突っ込まないとダメな上にボロ隊がバレるとなると引っ張り出すか。あじゃあトーテム破壊しちゃいましょう。いやーこれあー来た。これはあー水った。ダメダメか。マジか。くっそくっそ。まやかされた。
どうだ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 、よし、オッケー、オッケーオッケーオッケー、くそいけるか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 いける、やばい、いける、頑張れ頑張れ頑張れ、もう俺は出るしかないのか、これ開いてない開いてないじゃん、開いてないゲートの方行っちゃったの、開いてなかった、うわショック、やばい、うそやべえ、あれ、2ずりからの3ずりです、くっそ残念、ごめんなさい、あいつ大丈夫かな、あいつ、あいつごめんなさい、あ、いった、よし、よし、くっそ残念、くっそ、やっぱ両方開けとくべきだったな、命のバトンパスが、両方開けとくべきなんですね、いやー、全脱出失敗、惜しかったですね、もうちょっと惜しいね、もう一息だった、キラーさんのボロタイへの立ち回りが完璧でしたね、うん、いや、うまいな、いや、マッチングありがとうございました、キラーさん、ケーキまでありがとうございました、ね、本当だよ、本当だ、ケーキも出してくださったね、うま、本当だ、最後のお楽しみ、まやかし破滅消えゆく灯火でしたね、最後のお楽しみっていうのは、そう、これあれなんですよね、攻撃が成功するごとにクールダウンが、攻撃した後のクールダウンが、まあ早くなるというか、なるほど、そう、最大 40% 早くなるんですよ、あ、そんなに、あ、だいぶ早いな、だけどオブセッションを攻撃すると2個、まあ 10% 減っちゃうスピードが、なるほど、あと1回行きたいなと思うんで、うわー、やった、はい、いやー、ちょっとな、悔しい、ボロタイってなんすか、いや、ついに聞いたね、俺さっき教えてもらったけど、俺さっきね、説明した気がするんだけどなんかよくわかる、すごいご丁寧に説明していただいてたからプレイ前にボロタイを持ってる人が仲間を救助するんですよ、救助した後に無敵なんですよね、そいつが15秒間ぐらい、まあ、切られても瀕死にならないっていう、あれ、1回で普通瀕死になっちゃうから、だからその救助したされた人を狙うのね、キラーって、2人いたら、一応準備だけしておきましょうか、はいはい、はい、それがボロタイ、それをボロタイしてると切った後に瀕死にならなくて、あ、ボロタイ持ちかっていう、ボロタイ持ってる人はどうなるんですか、持ってる人にはこう、何もないんだ、助けた時に、助けられた側にね、側しかないんだ、その20秒なり15秒なりの猶予が、要はボロータイム、ボロータイムの略で、はいはい、ボロっていうのがまあ猶予、与えられた、まあ猶予っていうね、与えられた猶予っていうパーク名なのね、それはボロータイムって英語名があって、うん、で略してボロータイムっていう、そうそう、うん、まずね、そう、まず赤タイだボロタイだね、さっき見てたんですけど、多いんだよね、そう、そう、じゃあまずそっからスタートだもんねパークを見ててボロタイなんてやつねなんみたいなそうそうそう、だからどれの与えられた猶予与えられた猶予、別名、ね、そう、なるほどね、 AKA なんか腕時計みたいな持ってる腕時計じゃないか、なんか懐中時計みたいな持ってるような、うん、さっきのはどうするべきだったんですか、その戦術としては、結構だからやっぱボロ対その与えられた猶予を持ってる人が、そう、ゆうくんと僕が持ってたんで、はい、だからな、最終的に僕らが救助した方が結果生存率は上がるってことだから、だからおびき寄せる人とおびき寄せてる間に救助する人で、救助する側に、うん、行くのが、ね、まあ、まあでも言ってらんないけど、そんなの、うん、いやー難しいなーねー、そうそ う、いやでもこれが面白いよね、なんかね、確かに、そう、うん、分かってるキラーさんほどやっぱりボロ隊前提でサバイバーを見るから、うん、救助した側を切らない、うん、なるほど、下側を逆に切ったり、うんうんうん、ただあえてボロタイってその発動中の秒数分ずっと無敵なわけじゃなくて、うんうん、1回切ると要は1機減るから、うんうんうん、減っちゃった後はもう1回攻撃したら普通にダウンできるから、うん、もうそれだけの余裕があるならあえてもその生存、助けられた方を狙う場合もある、うん、ただ立ち回りが分かってるとそのどっちっていうのを選択されて、うんうん、なかなか救助が難しかったりするっていうね、一枚弱手ですよね、さ状況判断、だからボロタイないのにボロタイもらったよ的な顔で走ってるやつもいる
それちょっとグラフですね。そうだけどそれ切らないのよやっぱり。あこいつ多分ボロタイだから結構俺の方に向かってきてんなみたいな、うん、あえて切らないね。あえてかけだけどね、うん、だから 赤のキラーとかだと結構それが、うん、スルーされるというか、うん、あこれボロタイ多分つけてるからこれはちょっと切らないでおこうみたいになるんだけど、うんうん、ランク低いキラーだと平気でバンバン切るから何のグラフ、ね、その状態で切られるとバク転しちゃうんですからバク転でやられるから俺たまにバク転でやられますもん。そうキラに向かってって切られるとバク転入っちゃうから。そうそうそうなるほど。リキラリアットみたいな食らい方してるやつね。ぐるんって回っちゃうやつね。1番です。あれ早っ。1番ダメだったな。ちょっとじゃあ次やってみよう。ボロタイブラフのやつ。ボロタイブラフ。ボロブラは怖いよ。できる本当に気をつけて。やっぱな来るとな向かっちゃうんですよね。アイシールド21みたいに、ね、血が騒いじゃった。そっちがね。あ来た来た。よっしゃー。じゃあお願いします。お願いします。お願いします。うわー脱出したいなみんなで。なお、ケーキありがとうございます。ありがとうございます。はい、全員揃って出たいが。バッチリ集中していきます。うまい。よし空気を端子をただでさえ向かっていくのになった。もう別にデフォでそんなデフォでもブラフでも何でもなくただでさえ向かってっちゃう。なんかワンチャンあるんじゃないかなって思っちゃうんですよね。うんうんうん、もう下手に動き回るよりも向かってった方が。向かってった方が逆にね、なんだこいつってなってね。向こうもこんなやついないから。普通に切られて終わるわ。さあ最悪のマップですよ皆さん。さあ小学校。小学校でございます。ここ勝てた試しがない。そうなんです。勝てた試しマジでない。ここそうキラーによるよ。でもあマジですか。この声はえあっとっとハンちゃん。ハンちゃんどうすか今日の機嫌は。いいねキラーもちゃんとなんか、うんま、バランスよく来ましたね。ねいろんなキラーいろんなキラーを交代交代体験できていいですね。ちょっとハンちゃん怖いよ。でもかといって動かないとそのまんま何もできないまま。そうそうそう、もう動きましょう。もう僕は目の前にあったらもう全員が手つけた方が効率がいいっていう、うん、確かに。もう狙われようが何しようが、うん、全員がやっぱ一番それが効率よく回るっていう ね全員が回し続けたらね80秒で4個も回るんですから。そうそうそう計算上そうか80秒ねえ。来た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 。おお投げてくるぞ。危ね。来た。やっぱちょっとこのマップわかんないな。あ来たよ来たよ。ここバレないです多分。よしこれ抜いてました僕のこと今。もう完璧な今。うわうわあれ今どうなったの。なんかあったんですか。今一回俺のことスルーしたからあれ、フェイント。よっしゃこれ発電機の位置が あうわマジか。子守歌だ。やっぱ板通用しないな。あらまうまいな。ハントレスめっちゃ心理戦ですよね。申し訳ないっす。板倒すか倒さないかの。あらいや今の角度的に板のタイミング合わせられるなと思ったけど、やっぱりあ、ミスった。ちょっとやってんな、ね、調子乗りすぎた。ちょっとやってるぞ。大丈夫か。よし、ちょっと広瀬さんをなんとか。ありがとうございます。なんとか。いやちょっとゆるキャンだなこりゃ。そうね、ゆるキャン。じゃあここゆるキャンなのであれば血族見て来れたらでいいですよ。チラ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 ッチラッチラッ。お待たせ、ヒロさん。ありがとうございます。ただ戻ってきてる。戻ってきてる。これどっち来てる。戻ってきてる、多分。やべやべやべ。戻ってきてる。どこにいんだ。溜める。おお探してる。近いな。こっそりゴミ箱のそばにいる。オッケー。いやもうめちゃくちゃ追われてる俺。あらまあ、あーそこか。頑張れ発電するぞ。あやべえごめんなさいごめんなさい俺行っちゃった行っちゃった。全然来てるけど。おっと猫が発動している。猫ひろし。
猫ひろし。なんかちょっと変な俺猫つけてるとすげえ言われるんですよ。そうですよね。そう、なんか一瞬あ猫ひろし、今日猫ひろしだっつ、うわねえ、よしここに入ろう入ろう。ちょっと今ロッカーで出方伺いますね。なるほど。でももう2つ回したないね。一応回ってはおっと切られてる。チラチラチラ、どこにいるんだ。チラチラいたー。あ今チェイスしてんのか。あれやってますね。よっこの隙にじゃあここを完成させて。オッケー。最後みんなで出るんだ。そうだ本当だ、絶対で出やしょう。ちょっと今女狩人の子守唄の効果でスキルチェックからゲージが出るスピードがすげえ速いです。あこれクイックで出るんですよ。あえユーレート、いややっぱ速いっすよね。しかし動じない。そうなのよ、すげえ速いなって思ってたんですよ。そういう仕様になったのかな。なるほど。右に今ねあの三角形のやつ、あれなんか呪術が発動してるよっていうマークきたー。よしワンフェイクツーフェイク、クリアした。ナイス。よいしょ、来るかな来るかな、よっよし来い来い来い、よっ。さてこっからだ、どっちだ、こっちだ。あっくそー、もう一回来るかな。あーこれは間に合うか、間に合った、危ねー。さてとこの通りも、この通りも狙ってくるはず。あギャーム当たりに行っちゃって。さあこの間に、この間に回してくれ。ウェイせい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 、どうだどうだ、グリ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 、あそこか。さあ中庭で待つ。近いな、かっこいい。中庭で待つ、約束の中庭で待つ。鎖骨ざっくりいかれてんな。今真横を通る、真横を通りましたよ。気をつけて気をつけて気をつけて。なるほど。よし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 いやー、吹き出てますね。ちょっとあのここ正念場ですね。いやこの発電機もうちょいなんだよな。うん、まさかえボロ隊、よし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 、センキュー、グレート、いいよ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 、こっからの動き次第だぞ。そうですね、やはりでもあーやばい、うわーやっちゃった。あらば、あーいるねいるねいるね、なんかみんないるねこの辺。なんかみんないんぞ。来てる来てる来てるのか、来てる来てないね、来てない。よし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 、うーん、ちょっと回復してみましょう。はい、ありがとうございます。あと1個なんだけどな、違う場所かな。いやあそこつけたいですけどね。これ未だにここの発電機がちゃんと見つけられない。ここ確かに迷路ですよね。あの全然ない時ありますよね。ないよねって時。ああミスった、それバレるか。あちくしょう。2階になんとかないかな。いったー、あっとやられたね。この隙に皆さんお願いします。かっこいいな、かっこいいな。かっこいいか、お願いします。中庭で待つ。合言葉、中庭で待つ。あーもがいていく。なんかボーボーいってるぞ。俺も行こうか。あでもこれ回せる今。よしありがとうございます。あージャストタイミング。
ヘイヘイヘイジャスタイミングはいどうもさあどうなるどうなるよっ危なあれ溜まってるのかなあれどうだどうだやばい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 などうだろうこれこれまずいかこれを釣ってくれればまあねまあね釣ってくれまあねどうだどうだありがとう単勝を助けてくださいオッケー草陰に隠れてよいしょいやちょっと溜まってないぞこれこれまずいんじゃないか溜まってないぞこれやばいやばいやばい回復溜まってる溜まってないんだよなこれ溜まってねえじゃねえかあーやばいマジちょっと待って回復するからなるほど単勝なんで溜まってなかったのちなみに安全な場所に移動してから溜めようって思ったら移動優先してたんだねそうえあそこに3人いんのコメント欲しいヘメさん単勝溜めとけよなるほどこれ ユンさん溜めててよこれ溜めてなきゃダメなのこれやばいや持ってかれるかなって思って単勝ワンタッチねああ遅かったかこれの判断がねなるほどねさあ一気にピンチですよフックがないといいなフックがないといい願うしかないもがきは溜めてますよさあこっち間に合うかこっちの救助間に合うかおナイス間に合ったサンキューくっそしかし一旦立て直したいけどよし立て直そう立て直したい立て直したいがああ面白いいいやば大将逃げてこっちに逃げたいんですよ違う違うあ、ちょ、これちょ、これ、あ、食べてます食べてますじゃねえわいやちょっとこれはいやマジか、そっちに来たか裏に来ると思ったんだよな、まあ、そうなるよねチャンス食べますいきますここの球場お願いしますあ、俺3釣り目かな、これマジか、グーレートお疲れ様ですあれこれもしかして久々の DJ タイムああですマイクチェックワンツー始まったワンツー始まったぞマイクチェックワンツーワンツーワンツーどうも皆さんこんばんはきたDJ 単勝太郎でございますお久しぶりですよ皆さん単勝がねいかがしてましたかはじめまして山本さんあどうもよろしくお願いします誰ですか天に釣られたら誰ですか DJ になるっていう誰ですか誰ですかあれを背負ってまして誰なんですか DJ 単勝太郎 DJ 単勝太郎と申しますよろしくお願いします一番最後のマッチで天に召されちゃった人が、はい、みんなのコメントをグレーと読んでいくっていう、はい、なるほどやっぱりはい皆さんさてさて読んでほしいコメントありますかいやいやいっぱいあるんじゃないですか皆さん読んでほしいコメントありますかってどういう問いかけだ DJ のスキル持ちだもんねスキルじゃないパークはい次行きましょうDJ のパーク持ってますからね私はい、今日の晩ご飯晩ご飯はですねキレ悪いな今日はいやちょっと久しぶりだから久々だからなんかしかも山本さんいらっしゃるしどういうテンションでいったらいやいい失礼にならないんだろ失礼のない DJ ねそうなんですよこの僕のこのスタイル、うん、デドバのゲームに全然即してないんですよそうねみんなの連携取れなくなるし、ね、何も聞こえなくなりますからさてとまあ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 今回はいいかもしれないんでねなめこファイナルこれファイナルちょっと全然発電がファイナルごめんなさいマジかちょっと広瀬さん頑張ろう頑張りましょうどうですかこれは皆さんあ、なめこの由来聞きたいってなんでなめこなんですかゆうくんなんか語呂がいいかな語呂だそうですいいですね語呂まあ愛ですしね世界一好きな3文字、うん、おなめこ、うん、あーすごいですねなんでファイナルだなんかなめこと相対してやっぱねなめこが弱いイメージだからファイナルで強いイメージ全然意味やな全然意味やなバランス取ってたんだ難しかったはい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 なめこファイナルの話でしたけどもバレた皆さんどうですかいいのありますちょっと好きな食べ物系多いななんか、まあね、なんかちょっと世界一好きな、僕の世界一好きな3文字は卵ですかねなんで卵一番好きなんですよ食べ物の中でゆうきさん何ですかいや今それほどじゃないですくっそ修理してら修理してら皆さん今瀬戸際っす あ課金服着る予定ってあいやまあ蛍光色ですよやっぱりもうここは逃げちゃダメですあひろしさん、はい、好きな焼肉の部位聞いてますいやどのタイミングで聞いてんだよ
やって。何が好きですか？焼肉の部位？はい。な、なんだろう。焼肉の部位、ロース。ロースだそうです。いやいや。広がりを見てろ。ロースだそうです。こんなゲームの時に肉を隠すな。いやいやいや。あれマジでない。ないですね。ちなみにどういうきっかけなんですか？デドバーされたきっかけは。デドバーしたきっかけは、はい、うちの先輩の品川博さんに、はいはいはい、お誘いされて。ナイス。そうなんですね。じゃあ結構やられる方多いですよね、芸人さんとかで。吉本多いですよ、たくさんいます。なるほど。結構その僕舞台俳優を今やらせていただいてるんですけど、はいはいはい、舞台俳優界隈でも多いんですよね、デドバー人口、うん、ちょっと黙っててもらえるかな、ね、あ、やばい、いよいよ、あ、やばい、小池らトークの間に平さんが一人だ。あ、やばい、マジで干される。ちょっと、本当の干される、干される。いや、俺がそんな力あるか。やばい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 、アンチが来る、アンチが。そうしよう、皆さんお願いします。あ、やば、あ、見つかっちゃった、大丈夫、見られた。いやー、もうこれはもうね、ハッチで、ハッチでやっぱ今日抜けてますから、ヒロシさんは。はい、今日はもう。さあ、出るか、ハッチ。ハッチ運があるから、ハッチ運。ハッチは1回だ。さあ、もう僕が喋って、お、これハッチ、あ、マンホールか。似てるな、ちょっと、マジで DJ 短所うるせえな。うるせえ、ハッチの音は聞こえないって。DJ 短所がうるさいよ。あ、先回りされた。先回りされてしまった。これもう、ハッチを探している。でも攻撃するハンクレスが悪いっす、一番。もうまあそうだよね、そうっす。あんな斧持って追っかけてくるやつ一番悪いよね。一番ダメっす。人を傷つけちゃいけないっすよ、やっぱりな。お、これはどんな理由がある。おっと、あれ、どうだ、頑張って、連れて行かれるか。お、あー、もが連れられて、まあ間に合わない。いや、そりゃそうだ。順当に連れられて終了でございます。いやいやー、キラーさん強い、お見事。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、でもよかった、 DJ 短所聞けてよかった。ただコメントでマッスルカーサー DJ 短所キラーって言われてる。キラー側なんだろうな。キラー側説。キラー側のスパイだって。出てますね。 DJ 短所スコア鬼低いんですけど。あれ？おたら何してたのっていうぐらい。桁が足りない、バグこれ。足りないな。なんか足りないな。足りないですね。さあ、というわけでね、ハンちゃんは。いやー、難しいな。ノーワンも持ってましたね。万全の体制。本当だ。女狩人の子守歌。これがね、スキルチェックとスキルチェックが出る警告音の間が短くなっちゃうっていう、ね。なるほど。すぐになるんだ。そう。やつでございます。なるほどね。そして狩りの興奮。はい、ずさんな肉屋。なるほど。という構成でございまして、キラさんマッチングありがとうございました。ありがとうございました。いやー、悔しいな。ちくしょう。というわけでございましたけれども、うん、最後は乾杯だったな。しょうがない。というわけで、うまかった。ありがとうございました。 ありがとうございました。さあ、皆さんどうでしたか、今回ね、みんなでやってみて。いやー、ゆうくんどうだった。いやー、改めてでもデッドバイデイライトがつなぐ輪っかの偉大さ、尊さをこうしてスタジオで味わうことができて、すごく幸せな時間でした。ね、楽しかったよね、はい、やっぱりみんなでやってなんぼだな、ほんとね。楽しかったね。ヒロさんどうでした。僕ね、今日みんなとやって、うん、米3つもらいましたよ。4のもう少しで3だ。耐え切りましたよ、皆さん。めっちゃいいじゃないですか。4の3。おめでとうございます。はい、ねえ。やっぱナイスですよ。そうですよ。みんなを大事に救いまくりましたから。いやいや、ありがとうございます。ナイスボロ隊です。ナイス救助式ですよ。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。お米3ついただきました。ねえ、うん。いや、素晴らしい。この、なんかみんなで配信中にちゃんと上がるってのがいいですね。いい、そう。なんか一石二鳥感が。そうそうそう、嬉しい。ね、カスタムマッチだとね、なかなか楽しいけど、うんね、そうそうそうなんだよ、ね、緊張感がちょっとね、なるほどなるほどなるほど、はい、いやー、ナイスでございますよ。うん。はい、いや、もう僕はもうボロ隊のように突き進むのみですね、やっぱりここから。もういくらもう言われようが、やっぱ DJ はやめることが。いくら言われようがってなんだよ。違う違う、どこで批判されてんだよ。いや、なんかちょっとなんかオープンレックさんに怒られないかな。真面目にゲームやるところなんでみたいな。大丈夫かなっていうのがすごいあるんですけど、
やっぱボロ隊の精神でちょっと向かっていきたいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。コメント、ポユさん、何言ってるのって言われます。冷静。冷静な方いますけれどもね。はい、みんなそれを思っておりますわ。はい、ありがとうございます。さあ、ということで僕もね、今回やっぱりね、こうみんなで、まあ、オープンエックさんのご協力のもとね、めちゃめちゃ広いスタジオを今回お借りしたんですよ。いやー、はい、めちゃくちゃでかい。ソーシャルディスタンス取り放題、はい、本当に贅沢だ、ね、すごい場所 で、ね、安全を期してね、こうやってお届けすることができまして、ありがとうございます。ありがとうございます。もちろん通信でね、一緒にどこにいてもやれるっていう環境も楽しいですけれども、うんうんうん、同じ場所に集まってっていうのはやっぱり、ね、ゲームの醍醐味かなってなるために、ね、そうなんですよ、うん、思う部分ありますので、うんうん、またぜひね、機会があれば、まあ、月1ぐらいできるといいなと思うんですけど、だからね、うん、もちろんスタジオ今大人気ですので難しいのでね、うん、そっかそっか、タイミング合えばぜひまたお願いしたいと思います。広瀬さん、本当にね、今回ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったですよ。ありがとうございます。家でやってるとやっぱね、子供が寝てるんで、うん、隣の部屋で子供寝てるんですよ。騒げない。だからね、こんな久々に大きな声でね、やらせていただいて本当楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。一応今回もね、エールいただいた方の名前読み上げたいと思います。本当すごい。エールね、いただいた分だけの番組の制作費に回させていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。ゆえさん、田中那須さん、あもちさん、マリさん、カノンチさん、マリさん、エツコさん、ナツさん、スグルさん、スグルさん、蛍光メイト頑張ってこって、ね、蛍光メイトマリさん、チョコさん、エツコさん、ナツキさん、マコさん、あもちさん、マリさん、ユエさん、同じ方がまた送ってくれた。そっか、そこはタイミングでね、はい、お読みしますので、お名前、はい、はるかさん、かのんちさん、しゆさん、マッスル母さん、かった、かたたたききさん出ましたね、早口言葉の出ましたね、はるかさん、かませようとしてんな赤木さん、王様、王様かき氷くれてます、ありがとうございます。王様、ありがとうございます。ゆんさん、花水さん、今吉むくるさん、マリスさん、マリスさん、花水さん、なんかリズムがいいですねミオスさん、カノンチさん、ナツさん、マリスさん、マリスさん、 DJ 課金衣装着なくてよかったのってもらってますね。課金賞まだね、うん、お披露目ちょっと先なのかな。そうですね、さっき来てたんですけど、やっぱあんま良くなかったみたいなんで合わなかったね、ちょっとね。いや、なんか僕的には正直、課金でもっと派手なのがあるかなって思ってたんですよ。なるほど。そのクロちゃんの衣装で、やっぱ無課金の傾向が一番派手でした。それとかあるよね。そうなんですよね、目立つもんな。はるかさん、おぐかた JV さん、すーちゃんさん、まりさん、おんまゆさん、チョコさん、なつさん、ゆんさん、すぐるさん、あいみさん、かのんちさん、ゆえさん、なつさん、まりさん、かなさん、ありがとうございました。 ありがとうございました。なんと更新したらまだ送ってくださった方がいますね。ねこまるさん、あやさん、ゆきまるさん、いくさん、ねこまるさん、ゆきまるさんって流れですね。ねこまる、ゆきまる、かえさん、ささもとさん、るりかちゃ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、すげえこそこそ言ってる。すげえこそ誰だ、これこそ誰だ。あ、俺がマイクの横あの最後の最後に首かいてました。めちゃめちゃガサガサ言ったんだよ。めちゃめちゃ申し訳ない。びっくりした。素人か。それいいね。やってくださいよ。それいいね、素人か。言ってやってください、本当に。失礼した。ありがとうございました。はい、というわけで皆さんからいただいたエール、もろもろ番組のね、さらなるパープに役立たせていただきますので、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、次回のオンエアまだ未定ですので、出場もいいですけどね、他のゲームもいろいろ挑戦できたらなと思って、まだずっと言ってんだよ、長坂さん。これ誰だ。また楽しよう。俺ちょっと今書いてました。いや、なんでマイク。さっき話題になったばっかりだろ。いや、蚊に刺されてんすよ、首が。めっちゃ痒くて。じゃあしょうがない。いや、じゃあしょうがない。ガサ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 聞こえるの。皆さんちょっとね、ご了承ください。丹所君、蚊に刺されちゃったんで、お目に至ってください。お願いします。さあ、というわけで今回は以上でございます。またね、お会いできる日を楽しみにしております。さあ、というわけで最後はね、デッドバイバーイで締めてるんですよ。はい、なるほど、いいですね。行きましょう、行きましょう。お別れしたいと思います。じゃあ本当に皆さん、最後まで見てくださってありがとうございました。またね、ぜひぜひお会いしましょう。せーの、デッドバイバーイ。